一ゼロ。カリンがトレーナー届いた。ゆきりかハイボール好きだよね。うちに来た時もよくハイボール飲んでるわ。ゆきりかいつもトリス飲んでる。最近イキリカと飲んでないな。半年ぐらい前めっちゃイキリカと飲んでたのに。疲れんかも。ハグロームルームよろしく、よろしく。ドキドキです。ランナナナランナナ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 ナ。あ、ハート出さんね。そこハート、なんで出したん。あーはーんがーなんでーなんでーもうダメだ、終わった。怒った。プースか。悔しい。つなぎ暑かったよ、今日めっちゃ暑かった。20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、にゃんすけ5、4、3、2、1。みんごろ、今日めっちゃ朝から七並べやった。めっちゃやっとったよね。当たった人結構いると思う。34放送見たかった。え、それな。ちょっとメールでさ、検閲引っかからない程度にちょっとさ、ちょっともう怒ってて、私めっちゃ怒ってて、メールで検閲引っかからない程度になんかやんわり書いたんだけど、めっちゃ怒ってる。私はおこです。プンスカプンスカ。なんか私がさ、なんか1ヶ月ぐらい前かな、先月ぐらいにさ、マジでもうこの世の終わりみたいな、なんか今日はマジで使えるのでショールームしませんみたいな感じの時期が3回ぐらいあったんですよ。でそれがこの34放送さんの放送のロケだったんですけど、でそのロケ自体は全然あの何別に嫌な仕事とかじゃなくて、全然ね、なんか普通に34放送だから香川かかるから嬉しいなぐらいの感じで行ってたんですけど、まあ、まあまあしんどかったわけですよ。船に乗ったり太陽を浴びたり、なんか結構しかも SDGs 関連で真面目系だったから、ふざけれないし、一人でします、一人のロケっていうのが結構しんどくて、しかも結構朝早かったりしたし、で結構頑張ったから、あーこれなんかいつかわからんけど特番、ゴールデンじゃなくて特番、昼の特番らしいし、日曜日の楽しみだなって、放送されたらファンの人もね、岡山香川の人とか結構いるし、親も見れるからいいなとか思ってたんだけど、なんか放送日程もう全然教えてくれないし、だからまずなんだろうな、告知すらしてくれてないし、公式にすら載ってないし、だって今日のオンライン飲み会は載ってるのにさ、34放送の特番が載ってないってやばくない？いやオンライン飲み会はもちろんあのちゃんとした歴史とした仕事だけどさ、特番よ2時間半ぐらいののさ、3回もロケ行ったぐらいのさやつなのにさ、告知の一つもしてくれずにさ、もう私はそれで今日ファンの人がたまたま福ちゃん
出てて見てた見たみたいなツイートをエゴサした時に見て、え今日だったの言ってよってなってたの。そう、なんかめちゃくちゃ頑張ったのに、なんかあこんな言う扱いなんだってなっちゃってめっちゃへこんでた。なんかね、もう地方のテレビだからってなめないでほしい、本当に大事だわってなってて、もう私はちょっと怒ってたんです。だけども言ってもしょうがないしと思ってメールに検閲止まるだろうと思って書いたけど、検閲止まんなくて、あ止まんなかったやばってなったけどまあ検閲通ったってことは言っていいってことだろうと思って、そう、そんな感じです。以上20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、18、16、5、4、3、2、10。でも多分誰も悪くないんですよ、誰も悪くないんですけど、本当に誰も把握しなかったんだなって思うと、なんかもう岡山香川をそんな適当に扱わないでって私は悲しかったの、香川県民として。しかもチャンネルロックとかも出させてもらってさ、なんかこれからさいっぱい出れたらいいな3、4放送と思ってたからさ、なんか告知とかしてあげたかったってのはちょっと上からだけどさ、なんか告知してくれた方が嬉しいじゃんテレビ局的にも、だから告知とかしたかったのに悲しかったです。それだけだからまあ大した話じゃないんですけど、私が多分ロケがめっちゃしんどかったから、それロケがしんどかったからね言ってるだけ、もう本当にめっちゃしんどかったんですよ、楽しかったけど。そう、今度からちゃんと告知してもらうように言ってるんですけどね、よくもうちょいですね。30分も映ったの、え、そんなに使ってくれたんだ、もうなおさらじゃないですか。昼の地上波で、昼の地上波に30分映るって嬉しくないですか、しかも日曜日ですよ、適当にボートテレビつけてる人が見れるじゃん。親にも言ってなかったし、日曜日だから親見れたから言いたかったな。1位、特番だから再放送なさそう、どうなんだろう。1位取れた、イエーイ。ゴールデンベッドタイムに1位取れるのはマジで強い。お腹すいたな。お腹すいた。一回は出てみたいテレビ番組、 M ステ出たい。M ステ出たくないですか。テルテルトゥーン、トゥルトゥルトゥーンで階段降りてくシミュレーションができてるそれはもう中学生の時からやってるから、学校の階段で。20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。え、 M ステの階段なくなったの？マジ？マジで？やば。明日ローソンで瀬戸田さんで見にプリントしてきます。お、嬉しい。ちゃんと3枚何やってくださいね。経費削減？嘘。スピッツを呼び捨てにして批判されるまでが、あ、スピッツ様、スピッツって呼び捨ての方がいいんでしょ、なんか知らないけど。
いやもうほんと何にでも酸をつける文化私あんまり好きじゃないんですよね。なんかもう STU48 号さんとか言い出したらもう末期じゃない場所そのなんか、うん、そのグループ名とか人の名前とかに酸は分かるけど、もう国会議事堂さんみたいな言い始めたらやばいと思う。ショールームさんのなんとかさんの、熊タワーさんのなんとかさんとかさんのみたいな、ちょっと二重敬語みたいで逆に失礼だと思うんですよね。まあ、AKB48 さんとかそういうのはいいかね。まあ女の子が可愛い感じでさ、なんかお猿さんとかなんかうさぎさんとかなんかさ言うのは可愛いけど、まあまあいい年した人が何でもさんとかございますとかいたしますとかつけるのはちょっと違うなって思いますね。あだもやしさんいいね。今日から私ももやしさんって言おうかな。好感度上がるかな。この子もやしにさん付けするの可愛いみたいな。なんか STU48 号さんは猫草でしょ。でも AKB 劇場行った時は AKB48 劇場さんとかいう子いるんですよ。まあ気持ちはわかるけど、そんなこと言い始めたらもう大変大変。まあいいですけどね、丁寧に丁寧な気持ちがあるのは全然。20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、18、16、5、4、3、2、1、0。でも私もなんか最初の頃はもう何で失礼だって叩かれるか分かんなくて怖かったから、結構何でもさんつけてた人だから、まあ人のこと言えないんですけどね。にゃんすけさんはにゃんすけさんですよ。にゃんすけさん、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 ミンゴロ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 、これたまに歌っといてみんなに脳内にすり込ませないと。にゃんつけさん、にゃんつけさん、にゃんつけさん、みんぐろ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 、ぶーちゃんベアありがとう。みんなこれで明日はにゃんすけさんの歌が頭から離れなくなる。にゃんつけさん、にゃんつけさん、にゃんつけさん、みんぐろみんぐろみんぐろ、にゃんすけ今日録画してたな、 RSK の番組。すげえ、結構扱い結構いっぱい、てかその3回もロケ行ったからそれは長い時間出るよね。もう悲しい、私はいいんだけどさ別に。多分その番組の中で私がそんなに重要じゃなかったのかもしれない、わかんないけど、まあうん、まあいいや、終わったことだし、また出よう東海山香川の番組に。ハート出してよ。あーバーストした、ハート出してくんなかった、世の中甘くない。せちがらい世の中。ゴールデンベッドタイムはみんなね、ちょっと忖度率が低いんですよ。ゴールデンベッドタイムは本当にみんな本気で1位取りに来る人多いから。テーバーで見れないのかな、わかんない、どうなんだろう。20、19、18、17、
17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、ミンゴロ。マジで七並べのさ、争い熾烈すぎんか。まださ6月4日、5日か、今日、あ、6日だ、まだ6月6日ですよね。やばすぎる、ほんまに熾烈っぷりが。なんかもう月半ば並みの熾烈っぷりですわ。お疲れんこん、初見です。パッパパパン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 、こんばんは。今日おきちゃんは滝福屋卒業メンバーに遭遇したみたい。え、おきちゃんに遭遇した今日。そうそう、今日ね、そのゴミ拾いやったんですけど、ゴミ拾い終わった後に宮島行こうって話したんですよ。あ、そうそう、カホトロ出てたね、ちとりさんの番組に1位だシャー。そう、それはねバッチリチェックしてたんですけどね。そうそう、行こうとしたんですけど、終わったら4時過ぎで、着替えとかが。なんか宮島ってだいたい5時過ぎにお店閉まるんですよ。だから今から行っても、まあ、行った時点で店閉まるねってなってやめたんですよ。で普通に街に繰り出してタピオカ飲んでプリクラ撮るっていう JK みたいなことをした。でもなんか遊び方が分かんなすぎてめっちゃダサかった、うちら。20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。そう、そんでなんかじゃがりこみたいなのを食べて、ベンチに座って喋ってたら、いつの間にか7時になって、あれギルバトじゃんってなって、ギルバトやって買って帰った、その後。だからなんか今謎のベンチに全然人通りがない、もうマジで全然人いなかったんだけど、ベンチに2時間ぐらいいた。ずっと喋ってた。楽しかった。マジで遊び方わかんなすぎた今日。二人で、そう、そのダサさがいいよね。5人ぐらいの男性に声かけられなかった。声かけられないよ。いや、なんか一応さ、仕事終わりだから化粧もしてるし、髪もちゃんとしてるからさ、なんかワンチャンなんか声かけられるとか思うじゃないですか。絶対かけられないんですよ。なんでかというと、あのですね、ユミリンはまずね、あのね、ワンピースちゃんと着てるのにね、なんかカープーって書いたね、デニムとなんか赤のなんかすごいリュックを背負ってるし、そう、背負ってって、もう中はもう何が入ってるか分からない、もうブラックホールだし。で、かくいう私は首から携帯下げてるんですよ、なくさないように。もう一回新幹線でなくしてから、そこからずっとこうやって下げてるんですよ。だからもうそんな二人組で、二人でタピオカ持ってへーとか言ってるんですよ。そんなもう怖すぎて声かけれないでしょ。
20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。そう、でもなんかその絶妙ななんかダサさがうちらのいいとこかなって思ってるんだ。ゴミのやつ見てありがとう。メンバーはメンバーに気づくけど俺はメンバーに気づく自信ない。確かにうちらはプライベートのメンバーの雰囲気を知ってるから、これあれメンバーじゃねみたいになったら大体メンバーなんだけど、ファンの人ってプライベートのメンバーの歩いてる感じの雰囲気あんま知らないのかな、どうなんだろう。まあ握手会とかだって大体わかると思うけど、それはあるよね多分。なんか同じような年代の聞き飾った女子たちが歩いてても後ろ姿で多分私メンバーってわかるもん雰囲気で。そういう違いかもしれない。さすがに衣装を着て歩いてるわけじゃないからな。気まぐれだっていい、私だけを見てよ、ほんの一秒くらい目合うだけで、気まぐれだっていい、視線に気づいてよ、熱い雲の切れ間、あら差し込む。え、忖度うどんしてでしょこれ。ありがとう。2位、でもなんか一回名古屋に行った時にゆずきちゃんとめいき歩いてたら、なんか普通に多分ファンの人が「あっゆずきやっはー」って通り去っていったんですよ、ゆずきちゃんに向かって。でゆずきちゃんも「あー」みたいな感じで、あ、私は「えっこんなノリ?」と思ってる。一回びっくりしたことがある。いや、その人ファンの人が多分めっちゃフランクな人だったんだけど、別にそこで立ち戻るわけでもなく「あっゆずきじゃんやっはー」みたいな、「いや今の人友達ですか?」って「いや多分ファンの人」って言って。なんか都会だって思いました。ゆずきちゃんおもろってなりました。都会すごい。ゆずきちゃんのキャラもあるけどね。そう、いい関係だなって思いました。かわいい。20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。境はそんな感じって聞いた。そんな感じとかあるんだ。おもろ。まあでもそれぐらいのりの方がお互い楽だよね多分。お美しい、ありがとうございます。ツアーのグッズでしたね。あ、でしたね。サングラスです。あ、ジョーカー出しちゃった無駄に。まあいっか。こんばんは。今日何食べよっかな。親知らずもうびっくりした。もやしと何かが混ざった。おやしって言ってた。おやしらず。何食べたらいいと思う。ちょっとね、もやし食べて一回別のもの挟もうと思うんだよね。昨日のもやしまだ食べてないんよ実は。今日家にいなかったからさ、なんかとりあえずもやしらず食べて、ちょっと もやし食べて、でもうちょっと考える。
そう、ツボを消化して、フグはもう来てるけど、ちょっとに鍋まで出してくる元気はない。もや知らず。しりとりで刑務所もやし、いや勝手に始めないで、ちょっと私のルームだ。え、何食べよう、マジで。10時になっちゃった。しらす。あ、ギルバト始まってるわ。ちょっと一回ギルバトするね。私としたことが。ハヤブサもらえそう、余裕でもらえそう。今日さ、7時台のギルバトのマヒちゃん来たんですよ。マジで感動、泣いた。 今の泣いためっちゃ軽。 え、これ達成したらその日にもらえるのかな。そうで、ユミリンと今日ギルバトしてたから、夕方7時台、なんかマヒちゃんが最近来るのが嬉しくて、なんかマヒナがなんか、あ、何時からだろうって何時からだろうってなってんのかなって思うと嬉しいよねって言ってた。感動って、もももカリンゴ、ゴー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 、アガリンゴー。で、イベント始まってほしいけど、イベント始まったらこのギルドがなくなっちゃうじゃないですか。それは悲しいねってなりました。ワーカーホームルームよろしくお願いします。よろしく。ありがとう。そう、今日ゴミ拾いイベントでした。楽しかった。私でもコミュ障すぎて、なんか喋り方を忘れてるって感じ。ファンの人とのなんか距離感が分かんなくて、なんかめっちゃ、もう気持ち的にはめっちゃウキウキで喋ってるのに、なんかコミュ障すぎて、みたいな、そうですよねみたいな、なんかもう、ね、申し訳ない、本当に全員となんかマブダチになりたかったけど、なんかどうしようどうしようってなってて申し訳なかった。みんなと仲良くなれた気がする、多分ね。しっかり喋ってたよ、ほんと。よかった。メンバーの元キュートを残せる。あ、そうなんだ。ラスアイさん情報。
やユミリンがこの旅行お化けだ、お化けっていうかちゃんとみんなにこうちゃんと一人ずつちゃんとなんかこう声かけてて、もうマジで本当にできる女って思いながら超尊敬してたんだけど、なんかさあ隣とか隣っていうかなんかいざ喋ろうってなってさ、あいい天気ですねみたいなとか、なんか今日暑いですね、そうですねからの広げ方が分かんなくすぎて、あとなんか誰々ちゃん誰々ちゃん推しなんですかって言って、何々ちゃんあそうなんですか素敵ってなどうやって喋ってるの世の中の人って、マジで。あと なんだっけな、あとなんか何県から来たんですかって、何々です、あさっきも聞きましたよねごめんなさいみたいな、それでいいのかな、それで満足してもらえたのか分かんないけど、なんか私的にはめちゃくちゃこうテンション上がってたし頑張ったので、ちょっと福田ちゃん喋るの下手だったなとか思わないでほしいちゃんとみんなに感謝の気持ちを持って接してたから、ちゃんとこんな感じです。マジで話の広げ方ってむずい。あれ負けた、あえこの人は強かったんだ、間違えてよかった。昨日のサイン会見れなかったのでお話し会追加でポチ出していただきました、ありがとうございます。そんなそんな、早くファンの人と直接喋るイベントが欲しい、マジでね、早く喋りたい、会いたい、もちろんオンラインもやりたい、でもなんか両方やりたいんですよね、両方やりたい、両方やりたくないですか、楽しかった、よかった。スティーブはどうなったの、知らない、わかんない、なんか倒されるんだけど、めっちゃなんで倒すの、倒さないでほしい、悲しいから。 LINE しよう、ドライブに、いらっしゃいました、皆さん拍手。メンバーはマヒちゃん、アンピー、リコチ、マヒちゃん、アンピー、リコチ、私、ユミリン、以上。あ、リコじゃない、ユキリカ来た、お酒イベントの後なのか、あ、そんなに長くやってたの、お酒イベント、え、マジそんなにやってたの、長く、いや、なかった、なんかアンピーがめっちゃ持ってる、うん、9時過ぎまでやってました、あ、そんなにやってたの、2時間近くやってたの、長っそんなに
にやってたんだ。めっちゃ酔っ払うじゃん。私だ呼ばれなくてよかった。絶対2時間とか耐えれない。酔ってたみんな。そんなに嫌だって長くやってたんだ。あ、やばい、ギルトラ攻撃されてる。いいな、あれただでお酒もらえるからめっちゃいいんだよね。みち真っ赤だった、ウケる。量は飲んでないんだ。うわ、ユミリンと同じ人小焼きしちゃった。ピエン、福田は確実に寝ますね。クラコンのうどん、そういうやつ絶対やりたくない。あんな顔ドアップで映されたらメンタルが死ぬ。絶対放送見ないでくださいって言っちゃう。マシちゃん、砂漠のその人じゃないよ。わざつみ今7まで行きました。ブルルルルル。なんか7並べやってるから、あ、でも両方の携帯、あ、そっか、ドライバーをこっちでやればいいのか。あ、やっぱ塩パンにこうなった。いや、どうして、やばい、全然人が来ない。ランキング7位になってる。マジ ?7 位になってる。嘘。待って、抜かれた。あ、ほんとだ、ほんとだ。争いが熾烈すぎるな、そう。みんな、七並べよろしくお願いします。ワンチャン、今日5位の背中見えたなと思ったのにな。3人近い。それな、だけ5位から抜ければ強いんよ、今。今から、え、私も今日南と2回も当たった。
夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、この労力決して裏切らない。何食べよう、マジで今日食べたものは朝ごはんお茶漬け。昼はタピオカと弁当。あ、みちゅ来たー、みちゅ来たー。話し込んでありがとう。ごちゃごちゃ混ざって愛してラブル。さっきさ、ツイッターに載せたさ、ユミリンとの写真めっちゃ良くない？海バックの。あれめっちゃ頑張って海青くし、海ってな、空青くしたから、めっちゃなんか写真写り暗くて、もうめっちゃなんか天気良くするアプリみたいな調べて頑張ってめっちゃ青くしてみた。努力の青です、あの空の青は。作られた青です。この写真の色なんですけど、もともとはこれですから。もともとこの色、空とかマジ雲ない。それを頑張ってここまで青くしたんです。無料のアプリでこれできるのすごい、ほんまに。めっちゃ復元したよ。でもさ、全体的に青くするからさ、なんか顔まで青くなっちゃうから、なんかその辺の兼ね合いがむずかった。頑張った。なんかもうやんな、普段やんないことやったから大変でした。初見です、ありがとう。ドライが勝てるかな、微妙いな。工藤理子、姉さんコリコリコリってどういうこと？どういうチャット？ゼロサムだよ。
た一度の人生で何度も気になれるの。あーナイス勝てそう。傷つけられても後には引けない子の恋。ドゥ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 。今まであった人。ナイス。うわっとく。シュートサインの A メロ忘れた。シュートサイン、とサイン歌詞。たた、違う違う。山であったら今まであった誰かとは運命に流されたけどこの感情は絶対抑えきれない。周りの人が求めてる数字が気なんか無視して本当の気持ちを正面からぶつける心折れる結末が待っていても頬に涙美しいエピロエピロ夢がいつかは終わるのなら砕け散ったって構わない。ためらわず何も手加減しないで自分自身を偽るよりいっそこの場で答え出そう。真実は愛はそれとも幻か。シュートサイン。お、守備私だけ。ドキドキ。あ、来た。ミチとユミリン来た。心折れる結末が待っていても。勝った勝った。スナップシードって何？ピクニックっていうアプリ使ったよ。勝った。勝ったなぞ。イエーイ。嬉しいなぞ。ご飯食べよう。お腹空いたわ。いないじゃん。何の人が求めてる数字が気なんか無視して、いや本当の気持ちを正面からぶつける。心折れる結末が待っていても。どうしよう。美しいエピロー美しいエピロー気をしりあす。いただきます。あ、太いもやしだこれ。セブンのもやしだ。見たらもやしが分かるようになってしまった。今日ちゃんとごま油とごま油となんだっけな、ニンニクチューブ、ニンニクチューブでかいやつ買ってきた。ニンニクチューブとコチュジャン買ってきました。あ
プラスチックの箸使いにくい、割り箸にすればよかった。まやっぱ冷えてる方が美味しい。今日そうだ、お腹空きすぎて忘れてた。皆さん今日は何の日です。今日皆さんちょっと待った、皆さん今日は何の日ですか。せーの、もやし生活10日目記念日です。イエーイ、ドゥルーン、ハッピーバースデー、ドゥイクン、ハッピーハッピーバースデー。お金持ち先生待った、ありがとう。ケーキとカウドウをふうふう一息でさあ吹き消せよ、君の前のパーティー始めよう。ハッピーハッピーバースデー、作戦は大成功。もやし記念日覚えてたのさ、ほら大勢のリスナーが歌ってる。君の頬にもやしサプライズ。大ベアありがとう。もやし記念日おめでとう。イエーイ、ついに、ま、使わずに残ってしまったもやしを炒めてから、ミラボールありがとう、ミラボールありがとう。10日間もやしを食べ続けて10日間、ついにこの日を迎えました。うまっ、ありがとう本当に。勝也ベアありがとう。1日目もやしを炒めた私が10日後こうなるなんて誰が想像したでしょうか。感動的です。ブラボー。ここである方からお手紙が届いておりますので、私が代読させていただきたいと思います。感動的な BGM。 ドゥル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 ドゥンドゥンドゥン。福ちゃんへ、もやし記念日10日目、おめでとう。10日前はもやしをそのまま食べるやり方なんか知らなかった福ちゃんが、まさかここまでもやしを食べることができるなんて思いもしませんでした。もやしとの出会いは、思えばもつ鍋に入れようと思って買ってみたもやし、それを入れ忘れたことでしたね。あの時のもやしは正直期待値は低くありま、高くありませんでした。もやしのことは何も知らない、まずもやしを洗うのか洗わないのか、そこから始まりましたね。そうして食べた1日目のもやし、塩コショウで味付けしてがっつり食べた時のあの時の衝撃。まさか38円のもやしがこんなに美味しいなんて、今まで知らなかった私はバカだ、そんな風に思いましたね。一年中手に入れることができるもやしですが、とってもね、実は栄養が多いんです。エネルギーはもちろん水分、タンパク質、カリウム、カルシウム、そしてビタミン C、 炭水化物まで、こんなにたくさんの栄養が含まれているもやし、まあ 95% は水分なんですけどね、かっこ笑い。でももやしを食べることで健康になりますし、食べ過ぎなければ食物繊維も取れて、とってももやしは体にいいんですよ。何より家計に優しいから、もやしを食べて健康になって、お財布も、健康になる。これがもやしのいいところですね。ふくちゃんは、とってもリーズナブルで安くて一番出回っている緑豆もやしをいつも食べているみたいですけど、
実は、焼肉屋のナムルであるような大豆もやしもとってもおすすめです。ちょっと値段は張りますが栄養価が高くて、新しい食感なので緑マヨもやしに飽きた時はぜひ食べてみてください。そして、ブラックマッペもやしもあったり、本当にもやしはたくさんあります。もやしの元の種は外国から取り入れたものなんですが、栽培は大体日本で行われています。もやしは日光がいらなくて水だけで育つので場所を選ばず、昔は本当にたくさんの地域で作られていて、戦時中にはその国が指定するようなそういう野菜にも指定されたりしていました。そうして日本人の生活を支えてきたもやし、なんと昔は有名な江戸時代とかの将軍も食べたと言われてるんですよ。そんなもやしですが、今はそんなにたくさんの農家では作られていません。しかしやはりもやしの需要は尽きないのです。でももやしの需要と供給のバランスは今崩れています。もやしは安価で場所を選ばずたくさん作れてしまうので、どうしても需要より供給の方が多くなってしまいます。そこでもやし農家さんは今値段を下げざるを得ない現実に直面しています。しかしもやしをたくさん食べてたくさん消費することで、そんなもやし業界も応援することができると思います。だから10日と言わずたくさんたくさんもやしを食べて日本のもやし業界を盛り上げてみてください。最後になりましたが、福ちゃんもやし10日間記念日おめでとう。これからもたくさんもやしを食べてくださいね。そしていつかはもやしナムル以外の、料理もチャレンジしてみてください。以上 STU48 福田あかりより本当におめでとう。福ちゃんどうですか。いやまさかね、あのもやしキング、もやしキングの福田あかりさんから手紙だとは思わなくて、なんか本当に嬉しくて信じられないんですけど、こうやって自分福ちゃん福田のことを考えてくれてたっていうのが本当に嬉しいし、なんかもやしの歴史とかもやしの状況とかもやしの栄養とか昨日頑張って調べたんだなって思うと、すごくなんかもやしへの愛を感じました。はい、ファンの皆さん、今日は私のもやし10日記念日にお越しください。そしてショールーム配信で見てくださってる皆さん、本当にありがとうございます。私がもやしにハマってから10日間ショールームでなんかギルバとしてもやし作って食べて、うまっとかいう、なんかそれだけの配信になったと思うんです、この10日間。正直ね、そうなんです。もやしタワーありがとう。ちょっと後で見ますね。でもなんかそんな中でも福田によく飽きないのって言われます、言ってたじゃないですか。でも私が言いたいのは、ちょっとあえて汚い言葉を使わせていただきますと、あのてめえらよくもやしばっか食べてるアイドル10日間置いて飽きないよなコラニアって感じです。だけどそれは違います。そんな皆さんがいたから私はここまでもやしを食べ続けることができたんです。本当にありがとうございます。皆さんがいないとここまで来れなかったです。本当になんかもやしの味付けが薄くなってしまったりとか、最初キムチと混ぜて味が薄くて挫折したこともあります。でもやっぱりこの味に落ち着いたこと、これは皆さんがいなかったら絶対に成し遂げれなかったことです。本当にありがとうございます。皆さんのことが大好きです。これからも応援よろしくお願いします。以上、福田あかりです。うー、感動、うん、感動した。あやりやしもやしたわ、ありがとう。福ちゃんやっほ、昨日さんありがとう。祝もやし生活10日目待ってました。スピーチ良かった。ではありがとう。こんなに可愛いタワーありがとう。このタワーはもやしで作ってるんだよね、多分結婚タワーだよね。ありがとう、本当に嬉しい、本当に嬉しい。
今月初タワーかな。ありがとう、青にやし。ありがとう、によし。これもやしなんだけど、もやしって豆下についてるっけ。ありがとう、もやし、ありがとう。皆さん、今の手紙実はここにはあの何も書いてなくて、あのもやしの種類とかもやしの栄養価だけこう調べてたんですよ。だから今完全にアドリブだったんですけど、手紙どうですか、どうでしたか。え、うまい、ありがとう。マジで10日間もよく見てる、本当に。おいしい。はあ、こっちにゃん。もやしとの出会いは買ったけど、買ったものの鍋に入れ忘れたもやし、それだけ。きっかけはいつだって偶然。でも昨日マジでもやしの歴史調べたんだよね。ビタミン C 含まれてる。今何が食べたいかな、私。もやし、でもね、もやしって江戸時代からもやしっていう名前なんだって。今何が食べたいんだろう、私。
なんかちょっと真面目な話すると、なんか味が濃いものは今食べたくないかもしれないです。納豆ご飯じゃん、来た納豆ご飯。もやしはね、海外から来たよ。ねえねえ、めっちゃすごいのこれ。これ蓋を取るじゃん。そしてこの上でこれをパキって折ったら汁が入るの。すごくね？画期的やん。ミトレト外シト外ファトミトレトコ外ファトフィトミトレト外シトレトカトキトコトクトファトアトレトイトペトアトシトレトサロ音が出ない。九州で赤リンゴトレーナー来てたらそれいいですねって言われた。やったー。シトソトファトミトオトカトキトクトケトカトシトミトファトレトソトラトトトテトタトペポパーペパッピタテもないチュルシュプトモニアヨト壊れたらない音がある。どうしようどうしよう。パッパラパのパッパラパのパオパオパパッパッパッパラパのパッパラパの。じゃん！納豆、納豆。北大西洋条約機構。北大西洋条約機構。つゆ白だしちょっと足してるよ実は。あっち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 ね、あっちね。たにゃん。あっぱ。熱い。
海外でもスーパーで普通に100円ぐらいで納豆売ってんのかな。海外では人気がないの？マジ？納豆もう一パックいるくない？納豆出動。贅沢三昧。よいしょ。納豆マシマシ。うえーい。もう納豆嫌いの人から見たら地獄だろうな。マイキベアーありがとう。70円で売ってんの安いね。もりもり。ほっほっほ。なんで西日本の人って納豆めっちゃかき混ぜるの？え、西日本限定なの？めっちゃかき混ぜるのって。うまと二つ使い贅沢よ。まごちそうさま。
捨てよ。めっちゃ納豆の匂いする。あーうま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 。ああ納豆イメージキャラクターになりたい。毎日生活したよ。今から作ろっかな。今日オンライン飲み会じゃないの。もやし生活やめときばかわかんないからさ。誰かやめるきっかけをちょうだい。なんか健康的に。鳥に行こう。ありがとう。もやしお別れパーティー。止まってないよ。ゆうすけ、とり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 。
んばんは。ワンピかわいいでしょ。置いた後色地、置いた後色地。お話し会で取りリクエストありですか。あり。もやしに手紙。どこのオブランド。いや、オブランドってほどでもないよ。どこだろう、どこだろう。分かんない。ダブル、ダブクロだ。ダブルクローゼット 2,000円ぐらいじゃない。ダブクロはよくトロが買ってた。あの優しかった場所は今でも変わらずに僕を待ってくれていますが。それは小袋。お母さん、それはお袋。お袋さん。目の下のは、それは涙袋。わかんない。森進一さん歌唱。おふくろさん、納豆を消化してるところ。胃袋。さらば青春の光。なんて読むんだっけ。東袋。笑顔と戦いで世界を照らし出すのはモモクロ。高級魚は何？ノドグロ？ GU みたいなのはユニクロ。東袋か。わかんない、わかんない。
キャンプで寝るときに使うもの、寝袋。思いつきます。わかんない、わかんない。で、STU の座席にあったのはなんだ、あー、エチケット袋。証拠の悪い人は腹黒。恵比寿とボタンダの間は池袋。寒い時に手につけるのは手袋。あのね、違うの、袋じゃなくて黒で言わなきゃいけないんだよ。だって小袋から始まったんだから。な、何から始まったっけ、え、何、小袋の前なんだっけ、え、何から始まったか分かんないけど、黒、まあ袋もありだけど、袋じゃなくて黒、モモクロとかユニクロの黒でやらないとダメなんだよ。あ、ダブクロね、ダブクロね。袋を探せばいいってもんじゃないんですよ。手袋の反対は六分手。六分手って言ってる、よく拭くだけでは。どうするよ、そりゃ。宅急便は黒猫だけど、そう違う、語尾に黒がつかなきゃダメ。ほくろ、ああ、そういうとこ、そういうこと。もう終わり、もう終わり。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。ああ、まんだクロワッサン。ありがとう、こいなー、こいなー、めっちゃかわいい、ありがとう。今日夢見た。なんか新しい学校に転校して友達できるか不安だったけど、なんかできた。学食とか一緒に食べてくれた。よかった。
高校の時の友達だった。沼にはまりそうです。おいでようこそふくふく村へ。めぇーやばこい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 おもたいなここがんこがんんんんんみんなに相談があるんだよ。相談しましょう、そうしましょう、相談しましょう、そうしましょう。決まった。あっかりんがか、あっかりんが欲しい。あっかりんを返せ。相談は、相談はですね、結局今日ももやし買ってきちゃったんですけど、どうしたらいいですか。ちょっとどうしたらいいですか。2袋買ってきちゃった。でも今日ももやし食べたもん。節約じゃない、別のご飯教えて。もやしの、もやし以外の食べ物は使わなくていい。なんでその顔文字かぶったの、コメント欄で。やばすぎ。わーって歌出てきたんでしょ。炒める。おわた、何のためにここまで来た。おわた、次の電車まで十分。おわた、大切な約束なのに。おわた、なんて言い訳をしよう。ルール一つだけ学んだ。ラララララララルール充電ちゃんとしよう。どうしよう。ツナ缶混ぜれない。だからもやし以外は使えないって言ってんじゃん。なんでなんでもやし以外も使おうとするの。泣いちゃったじゃん。もやしのカリカリ焼き。
使える調味料はサラダ油、ごま油、塩、胡椒、味の素、砂糖、白だし、みりん、醤油、にんにくチューブ、いや焦がしにんにくチューブ、生姜チューブ、コチュジャン、コンソメスープ、小麦粉、砂糖、味の素、料理酒、揚げ、天ぷら、天かす、味ぽん、一味、パン粉、うどんスープ、めんつゆ、チンジャオロース、春巻き、たこ焼き、アイス、餃子、うどん、冷凍うどん、冷凍じゃないうどん、ポテト、水、ファンタ、スポーツドリンク、サヤエンドウ、お菓子の、ヤンヤンつけ棒、え、もやしもヤンヤンする、つけ棒、リッツ、カレーの素、グリーンガム、お茶漬けの素、コーヒーの素、各種飲み物、焼肉のタレ、はい。でも焼肉のタレとかカレーとかそういう味が濃いものはちょっとなし、私的に。スープに決定、もやしスープ作り方、材料、もやし、卵、終わった、終了、はい、さようなら、無理、コンソメで作りたいのにみんな鶏ガラスープの素で作ってる、いやん、コンソメがいい、なんで鶏米スープの素で使わんねん、鶏は嫌、
とりあえずやります。もやしのもと、もやしのもと、もやしのもと、もも、もも、もお茶漬けの素を買ってもこういう緑系が余る。若きふくふくの悩み。若きウェルテルの悩みみたいに言うな。アーリンのこと佐々木って言うな。つなぎの色本当は紫だったけど嫌だったから緑にした。緑余ってたから。原色の紫めっちゃ嫌いなんですよね。似合わない。スープどうやって作るか教えて。まずどうする。もやし洗うか。とりあえず、とりまもやし洗う。できればひげ根を取る。いや、ひげ根取らん。一生かかるわ、もやしのひげ根取りだったら。それはひげえねえ。親父ギャグ言ったな。
もやし。もやしスープどうすればいいんですか。今日は 200g。 200g 多い気がするな。するのこれでコンソメ何粒、コンソメ何粒、300cc って何、測れってこと、この私に。300cc。 結構多いな、 300cc って。味の素入れる？うまみ調味料入れる？そんなに入れないって言わないで。ごま入れます。